はい、それでは S2 線の試乗インプレッション行ってみたいと思います。 AP2 で非常にね、こう希少な、ニュルブルクリンクブルーパールかな、ペアですね。走行距離はですね 34,700 キロ、これもねまた少ないですね。そしてワンオーナーです。前のオーナーさんから直接買い取りさせていただきました。とてもね、乗り心地がソフトな感じで、やっぱ距離が少ないんで、ブッシュ類の痛みも少ないのかなっていう感じの乗り心地ですね。シフトの入りもね、やっぱいいですね。クラッチのつながりなんかも全然問題ない感じで、特に社外品変わってるものはないのでノーマルですね。あ、ここのアクセルのレスポンスもいいですね。特に室内に入ってくるような変な音もないです。まあ、今あのホロがですね、ちょっとここ切れちゃってるので風切り音がするんですけれども、あのこれは新品で、交換しますので、まあそこを除けば特に何も違和感のない感じで乗り心地も良くていいですね。このままね、ノーマルで乗るっていうのもいいと思いますね。シートもこの赤レザーのシートで座り心地もいいですし、まあ、やっぱトルクがあるな。全然問題ないですね。以上 S2000 の試乗インプレッションでした。